皆さんこんにちは。こんにちは。マイゴルフではトーナメントプロならではのスコアメイクに特化した実践的なラウンド動画を中心に様々なゴルフ動画をアップしてまいりますので、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは今回も始めましょう。ダグダグなんかダグトリオみたいな。フォローなんかな。フォローですね。グリーン上は左から右。こう抜けてるだけな可能性が。いやー6番やな、さすがに。6番で187188。めっちゃフォローに感じるんですよ皆さん。あフォローよー。うわー怖い。でも行くじゃない。これでワンクラブ下打つ感じやな。あざだいぶ出せました逆に良かった逆に良かったナイス調整俺6番ではいいいんじゃない OK 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 ありがとうございます。ドローヒッターはあれだよな。そう、もう1でもあっち打ちました最近なんかあれでちょっとパンチ出してピン方向打っちゃうんですよ。はいはいはい。あんまりあんまり経験ないな。ないないパンプッシュだよ。ちょっとふざけたっすね。キラキラゴルフ女子と接点がない。わあSNS じゃないですかまあまあもうそれしかないよね。ああでもなんか上手くなるモチベーションにしちゃっていいかもしれないですね。上手くなって自分ご自分でもこうめっちゃ発信していくと、うん、まあなんかそういうチャンスあるかもしれないですね。そうやね。ゴルフ女子ってことはゴルフインスタとかで見つけるしかないから、うん、面白いと思います。それで見つけて一緒に行くっていうまでやるしかないよねキラキラゴルフ女子僕もないなキラキラゴルフ女子って探すめっちゃ難しい。キラキラゴルフ女子ってどういうジャンルなんやなそもそもガチじゃない人っすもんね多分ゴルフガチやしな。なガチの人はおるけどな。えまあ頑張ってよよっしゃパターで知ってます。知ってる。右利きか左利きかだけ教えてください右利きです僕は。構え左なんせせらせら。あくだらんなあーくだらんそっちじゃないよ。あ、行ったら、あぁ…行けなかったなぁ…お先んちょです。どうぞ。よいしょ。オッケー、ナイスパー。ナイスボギー。ナイスボギー。あーっと、ダボ。1,2 の、1,2 で、マークの前のボールちょっとええとこに前に出したしめっちゃあかん人言うんか、しかもそれいや、やっぱゴルフ正直ああ、いや、そうやな、言わなくて2回マーク動かす、マークええとこ言うんやったらやらんで左のあそこ、コーナーあるじゃないですか。はい、あそこ越えたらセーフ。セーフです。徹底しよう。え？徹底しよう。ここなんか行けそうやねんな。騙されんな。今日そのちょっと調子悪くないです。前の日のはちょっとダメやったんですけど。こう出ない。77で回るって。
いい感じの目標や。かもなく、かもなく。ちょっと頑張ったらいけるライン。自分に甘い。突っ込んで。ナイス。ありがとう。うわ、ドロー打ってんな。オッケー。どうしたら、うん。おー、ちょっとだ。ありがとうございます。ナイス。ありがとうございます。ナイス。やだ。おお、ドロー打ってんな。後ろの視聴者さんはい、はい、からの質問。はい。ドライバーが怖くてくれません。スプーン持つしかない。いや、でも、まあ、それは練習やな。もうやっぱなんかドライバー怖くてくれへん人は、まあ、怖くてくれへんってこれもう書いてくれてるんですけど、はい、くれてないってことなんです。つまり、まあ、ドライバーってこうやっぱ振り切ってまっすぐ行くスイングをしといた方がいいんで、はい、そしたらもう振り切るだけでいいじゃないですか、ね、やっぱ振り切った状態でまっすぐ行くスイングを身につけないとダメやから、練習とかで合わせてまっすぐ行かせるんじゃなくて、こう振り切ってまっすぐ行くようなスイングを身につけてあげたら、はいはい、またコース行ったらそこに向いて振るだけなんで、はい、しっかり振り切った状態で、はい、まあ、自分の球が今どこ行ってるかっていうのをしっかり把握して、はいはい、それをできるだけこうペースを整えていったりとか、まっすぐ行かせるっていうのが結構大事になってくる。そうやな。だから振り切るのが結構ポイントかなって思います、うんうん、なんでぜひ中田さん振り切っちゃってください。振り切っちゃってください。いや、振り切ってるよ。止まってるのかな。コース行ったらちょっとやっぱ止まっちゃうと思うよ。どうしようかな。なんかこれ視聴者さんのあれしたアイアンじゃないですか。そうですね。だから全然こっから打っていいんですけどね。じゃあ赤が逆に赤。だから赤。だから赤ん、ね、それ自分で買ったやつやったら誰も文句言わない。おー、え、最低クソ人間やと思われるやん。自分で言うたやん。いびってる。よし、ナイスドロップ。大事よ、ほんまドロップ大事。ドロップほんま大事。フライヤーするかどうかやな。そう、フライヤーを8のフルで刺すのか7の軽く刺すのか言うやね。でもちょっと足場悪いんで7軽で、で、まあ、150ちょいでバンカーを超えるから、まあ、あのバンカー超える距離ぐらい打とうかな。 OK。うまっ、うまいな。いったったらええやん。ナイス。うっはい、いったったらええやんって感じで。いや、どんな感じ。分からへん、分からへん。解説になってない。え、どうやって打ってるの。ライ悪いからね。あれ、もう感覚、あの高さ合わせるのがなんかめっちゃ、あ、感覚ここ感覚感覚やけど、その番手をフルに近づければするほどやっぱもうそれどころじゃなくなってくる。ああ、そうやな。やっぱあのライン言ってしまった自分はもうダメやから、うん、もうやっぱ大きい番手で、はい、はい、まあ、できることするみたいな。そこで無理くり行くとミスするから、あんま大きいスイングじゃなかったら結構簡単。まあそうやね、うん、ちょっとこうスイングもそんな振らなくていいし、うんうん、118ヤードさっきも118やったな。またバーディーか。53度でいきます。わー、引っかかった。ちょっとでかいな。フライヤーした？フライヤーはしてると思います。フライヤーしたらこんな感じでアドバイス、はい、こんな感じ結構してる。ああ、してるな。するのを見越してフェース開いたんですけど、うん、開いて、だからどっちかというと右行くかなと思ったけどフェースの上に乗っちゃいました、うんうん、ラフはやっぱもうライン、まあ、出しに行くんですけど、まあ、ああいうことになっても若干仕方ない、まあ、ちょっとはやっぱ自分のせいでもあるんですけど、不確定要素っていうのかな、うん、多いから計算もあくまでもこうすごい予想やもんな。そうやな、うん、さあ今日足を引っ張ってるアプローチ君、ちょっとこうマウンドのがあって下りなんで高めの球で、やっとあったよ、距離感。いやー、今の良かったね。はい、ナイスバーディ。あ、パック、ナイス。そっち、そう間違うんやな。むずいな。ガチガチ。さあ、い
ちゃってください。よかったろう。よっしゃ、あとは距離だけ。ついにここまで来た。そうっす、打てません。そうっす、ついに距離だけ合わせれば、入るところまで技術は来ました。そうっす、打てよ。打てよ。今日打ててないな、なんか。ラインは出せるけど距離が、距離感ゼロ、怪しい。まあ右手下はどっちも怪しいから。それやったらこっちの方がマシやな。そうそう、あそこからスリーパットするもんな。よっしゃ、まあでもあのパットを続けていきましょう。そう、いや、やっとアプローチやったわ、距離が。めっちゃ止まったで、こうこんなんやろ、ギュッて、うん、でも無回転で真上に飛んで、あ、強って思って、あ、全然強くない。動画のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。あ、アロハハワイなんで、ね、どこだ。